ところで、まあ、リコさんと試合やります。まあ、自分は負けたら終わりっていうすごい緊張感なんで、まあ、その緊張感が多分伝わる試合になるかと思うんですけど、リコ選手も気合入ってると思うんで、皆さん楽しめる試合をやりたいと思いますんで、ぜひ応援よろしくお願いします。